病気。病気、病は、人間や、動物の心や体に不調、または不都合が生じた状態のこと。本記事で口実、一般的に外傷などは含まれない。病気の類似概念としての、症候群、疾病、疾患は、本記事でまとめて解説する。別の読みである、病気は、病気が起こるような気配を言う。病気は曖昧な概念であるが、 個人で定義していいものではない。一つには、自然科学的な習慣をそのまま持ち込んで、定量的な分析を試行し、数的な側面に着目する考え方、別の言い方をすると、正常、異常という概念で分けようとする見解がある。ある性質の集団の中での数的な分布で線引きしてしまおうとする考え方であり、統計分析の正規分布の母集団の 分析における習慣を持ち込むものである。本当はどこまでが、正常どこまでを、異常とするかは統計学でも定義はなく、正式の統計学では、線引きの値は任意であり様々に設定可能、とされている。だが、そうした任意の値の中から便宜的、習慣的にしばしば用いられている、設定、2 D を、あまり確かな理由もなく、半ば強引に採用しておいて、 標準値からプラスマイナスに SD までの差を正常、それ以上のズレは異常なので疾患として、疾患とは全体の5%未満に見られる形質状態で、正常とは残りの約95%ことと一律に定義してしまおうとする例がある。しかしこのように集団内での数的な分布を 病気の定義として流用してしまうと、日本で約一千万人が難儀している。糖尿病や数多くの合併症をもたらす肥満までも正常とすることに言ってしまい、また一方で特に基礎疾患がなく、偶然的に高身長となった人で元気に生活している人までが病気に分類されてしまうという問題が生じる。すなわち、異常、統計的に数が少ない状態であれば病気であるとも、 言えないし、病気であれば異常である、などとも言い切れず、統計的手法によって、病気を定義しようとする試みには、無理があるのである。逆に、質的な記述あるいは定性的な記述で病気を、一般化して定義しようとする、試み、立場がある。一つには、本人の認識している状態、あるいは、本人の主観的経験内容を重視し、病気の定義を、 本人が心身に不都合を感じ、改善を望むような状態、あるいは本人あるいは周囲が心身に不都合を感じ、改善を望むような状態とすることがある。医師が疾患だと診断した人であっても、本人は生活上の問題を感じないことなどを理由に自分は病気ではない、健康であると述べていることがあり、あるいは身体障害は障害、 広い意味で疾病の一種ではなく個性であると言われることがあり、これらはその意味でも一理あることとも言える。また、医療従事者の立場でも本人、または周囲が治療の必要性を感じなければ、病院を受診に来ることもないので、このような定義でも実際上の問題は生じにくい。ただし、これも突き詰めて考えてみると、医師が依存症。 歯壁や骨粗症症などと診断するようなケースでも、上記のような認識のズレが生じていることがあり、医学研究の立場では、本人や周囲の判断、価値観に関わらずに病気を定義し診断できるように、することへの要求は存在する。医師など医療産業に従事し、それで収入を得ているものの中には、病気とは心身に不調あるいは不都合がある状態のことであって、 いわゆる医療による改善が望まれるものなどと、医療という言葉を、手前味噌的に、半ば強引に定義に盛り込んでしまう例もないわけでは、ない。だが、医療とは、病気を治すものであるから、病気の定義に、医療を用いるのは一種の循環論法なり得る。また、病気には医療を必要とせず治癒するものも多いので、その意味でもかなり問題のある定義である。口実。 医療の領域で起きていることを医療関係者の立場からも患者の立場からも離れて客観的そして学問的に研究する医療人類学では病気、シッコネスとは疾患、ディジーズと病、イルネスを合わせたものとする定義も提出されている。疾患、ディジーズを生物学的なものとし病、イルネスは主観的な経験のこととする説明である。 この説明方法を採用した場合、例えば、上記の糖尿病の例では、疾患の定義に当てはまる者は1000万人いるかも、しれないが、慢性疾患で自覚症状が少ない初期では、本人が病と捉える人はご少ない、という理屈になる。冒頭に説明したように、何が病気であるのか病気でないのかを決めるのは、容易なことではなく、各立場なりの見解があり、 一般の人々は多くは自分が感じている感覚内容で病気か病気でないか断していて、ちょうど本人が心身に不都合を感じ、改善を望むような状態といった定義がそのまま当たるようなことが日常的には行われているが、医師の集団は医師の集団で医師なりの立場で生物学寄りの見方をしてみたり統計を見たりし、臨床医師では一般論は脇に置いておいて、 目前に現れた患者の個別的な症状と医学書に書かれてい監修的な判断基準を見比べて便宜的に判断する等々等々様々なことが行われている。それらの見解は様々に複雑に相互影響し合う。現実の社会では病気に対する見解は立場ごと文脈ごとに異なり様々な見解が複雑にせめぎ合う。実際、 臨床の現場では、医師と患者の見解はしばしばずれたり対立することがある。上では、周囲は病気と判定しているが本人は病気とは思っていない例をいくつか挙げたが、逆に本人が病気だと感じているのに、医師の側がそう認識しない、しようとしない、というケースもある。例えば本人が体に、 激痛や異常な感覚などを感じ明らかに何らかの病気だと直感しそれを訴えているにもかかわらず、医師の側では CT や MRI などの画像を見て、そのその検査とその医師の技量との組み合わせでは、たまたま何も見つけられなかったことを根拠に、客観的に見てあるいは生物学的に見て、噛んではないでしょう。気のせいでしょうなどと告げて放置し、すっかり悪化したり死亡してから、 自後的に他の医師によって誤診だったと判定されるようなケースもある。また、ステロイド皮膚症や各種の抗害病、乳幼児突然死症候群の例に見られるように、その病気が存在するかどうか自体が、学問的のみならず、政治的にも問題となることもある。病気を分類することは容易ではなく、またその分類は、医学の変化に伴い頻繁に変更される。医学においては、 一般に、以下のような観点によって、病気は分類される。また、次のような分類が提唱されることもある。開業医や市中病院の医師が、日常の診療で遭遇する、疾病のほとんどは、上記で言えば、カテゴリー1に属する、すなわち、医者、医療者が関わらなくても治癒する病気である。その比率は70から90%ほどであるという。 著者の岡本博史医師が実際に掲数してみると95%がカテゴリー1だったという。カテゴリー3に分類される病気、つまり、不治の病もまだまだ多い。例えば神経変性疾患、神経機能障害等々はそれに分類される。カテゴリー1と2の病気については、病気にも一等人が自分の力で治すことができるもの、とに自然治癒力も及ばず。 医療従事者と連携を取り治癒を図ると良いものの2種類があるということである。1の当人が自分の力で治すことができる病気には、高血圧、糖尿病、高止血症、肥満病、痛風、便秘症、不眠症、自律神経失調症などが挙げられる。病気の退院後は一般に健康であると考えられている。ふう、世界保健機関は、 健康を次のように定義している。身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態であり、単に病気あるいは虚弱でないことではない。西洋医学風の用語で言えば、健康というのは、向上性が健全に保たれている状態、と言い換えることも可能であろう。そういう観点からは、病気、疾病というのは、向上性が崩れてしまって、 元に戻らなくなっているか戻りづらくなっている状態だと考えると理解しやすい。さらに工場性という概念を中国伝統医学の未病という用語で把握し直してみると病気や健康という概念がよりわかりやすくなる。伝統中国医学注意で未病と診断されるのは検査で明らかな異常がなく明らかな症状もないが少し調子の悪い状態で 病気になる前段階の心身の微妙な変化を指している。漢文訓読口調で言えば未だ病にあらざるとなる。未病気をキーワードにして体の状態を分類してみると次のようになる。これらの間にははっきりした境界はなく連続的に移行している。中国には昔から上皇地未病、上皇は未病を治すという言葉がある。つまり良い医者というのは 発病してからではなく、未病の段階で異常を察知し対処するものだ、ということである。一方、西洋医学では、未病を見過ごしてしまい、発病してから、初めて治療に取りかかる。病気を火事に例えて言えば、中国医学が火事になりそうな危険な場所を、あらかじめ点検したり、燃えそうな建材を、あらかじめ不燃材にして、無事に防ぐの対し、西洋医学では、 火事が起きてしまってから対処しようという考え方である。確かに一旦発火してしまえば、とりあえず燃え盛る火の勢いを抑えなければならないのではあるが、それよりも火事の防止や再発を防ぐことも非常に大切であるように、西洋医学のように発病するまで放置しておいて、発病してから対処するという考え方は、特策とは言えず、中国伝統医学のように、 未病気の段階でそれを的確に察知し、自己治癒力を高めることで早めに対処しておこうとする考え方の方が適切であり重要である。戦争による負傷で大量の死者が出ることが続いた20世紀前半には、西洋医学が目覚ましい進展を見せ、抗生物質やワクチンが開発され、生命を脅かす感染症などを激減させることに成功はした。だが、その後、 疾患の状況はすっかり様変わりし、生活習慣や生活環境に起因した、心疾患、脳血管疾患、アレルギー疾患、メタボリックシンドローム、抗原病などの慢性疾患が急増し、重大な課題とっている。これらの慢性疾患は、西洋医学的な治療法、その多くが対症療法だけでは限界があり、根元治癒にはどうしても生活習慣を是正しつつ、 自己治癒力を高めることが不可欠となるので、心と体を一体として捉え全体のバランスとリズムを取り戻し病を癒すと考え、心身一如の思想に立つ東洋医学の考え方が必須となる。しばしば病気は症候群、疾患、疾病、障害、怪我、変異等のことの概念上のオーバーラップがある。病気の存在を前提として、 その患者に共通する特徴のことを病態あるいは病状という。病状はある特定の患者についてその臨床経過を指すことがいい。これらの単語はしばしば混合されて使われる。医学では病気という単語はあまり使用されず、代わりにより厳密な疾患、疾病を使うことが多い。病気という語では内因性の疾患しか含まないような印象を受けることがあるためである。 事故による骨折は、一般的には病気とは言わないことが多い。なお、精神医学の用語の精神疾患は、障害、ディスオーダーという概念であり、医学用語の疾患、ディジーズとは異なる概念である。英語のディジーズ、疾患、疾病は疾コネス、軽い病気、イルネス、病気の原因を示す語で、病名と症状が明らかな具体的な病気に用いられる。 シッコネス、イルネスは病気になっている状態を指し、ディジーズは感染などによる体内機能の異常を意味する。一般には熱や風邪など生活上の病気には用いられず、伝染病や癌など深刻な病気に用いられ、命に関わるようなニュアンスがある。症候群とは原因不明ながら共通の病態、自多角症状、検査所見。 画像所見などを示す患者が多い場合に、そのような症状の集まりにとりあえず名をつけ、扱いやすくしたものである。人名を冠した症候群の名前も数多く、原因が判明した場合にはその名前が変更されたり、時には他の病名と統合されたりすることがある。一方で、原因判明後も長い間そのまま慣用的に使われている症候群は多く、逆に、 病の名を関する原因不明の疾患も多くあり、実際には明確な区別がなされていないことが多い。精神科領域においては、扱う疾患のほぼ全てが症候群と呼ぶべき疾患であるため、利便性の問題から症候群とは呼ばず病、症といった語を用いる。症状、症状、シンプトムは病気によって患者の心身に現れる。 様々な個別の状態変化、あるいは正常からの変異のことである。病気にかかることを罹患、症状が現れることを発症、または発病という。患者本人によって主観的に感じられるものを自覚症状、周囲によって客観的に感じ取られるものを多角症状と呼んで区別する。単に症状といった場合、自覚症状のことのみを指す場合があり、この際は、 多角症状のことを初見、症候と呼んで区別する。通常、疾患と症状は本来大きく違う概念だと考えられている。つまり、疾患が先にあって、それを受けて症状が生じるというものである。しかし日常診療の場では症状が確認されても、その症状をきたす原因がよくわからない場合が多く、この場合、症候群での例と同様に、 症状名と病名との境目が曖昧になることがある。例えば、脱水という病名はないが、脱水が見られたら、原疾患はさておき脱水の診断のもとに治療を行うことがある。禁止は、症状の名前としても、病名としても使われる。本体性高血圧という病名は、別の基礎疾患があって二次的に、高血圧となっているものを除いて、原因不明で、 高血圧という症状を起こしているものをまとめて含めるための病名である。ある臨床像が原疾患に見られる症状の一つであるのか、あるいは合併症として出現した別の独立した疾患なのかについては、医学の教科書を執筆する際の問題となるだけではなく、保健診療報酬や統計にも関わるため、軽視できない問題となる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。